現代版の不平等条約じゃないですかね。完全そうですね、うん、だからしか選択肢がないっていうことはまず前提にあるんです。そうです、もう利権構造ですね。で、対策予算何十兆もつけてるわけですよ。何十兆ですよ皆さん。これほっといたら税金絶対上がりますよ、うん、上がるやろって。これから新しい法案の下ではですね、マイナンバーでね、デジタル化されて、それによってまあ誰が打った打ってないかっていうのをもうマイナンバーに紐付けてと、まあ、議案で上がってきてるんで、それをまたやれるようにする対策を取るための法案改正なんですよ。馬鹿じゃないですかね。ねえ。参政党の部屋。はい、皆さんこんにちは、神谷総平です。本日の DIY カフェは大阪の泉大津市長南出健一さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここで撮る2回目ですかね。そうですね。2回目ですね。はい。前回もなんですけど、はい、まあいつもですね、話をしてて、まあ、私も国会でそういう子供のね。は慎重にというふうな、議連を作ってまして、まあそこにもね、首長の、まあ顧問のような形で今後戦ってもらうというようなことをやってるんですけど、まあなぜ南出市長にそうやってもらうかというと、やっぱり泉大津市で独自にですね、いろんな政策をやってて、あと動画もすごいですよね。あれ、市のホームページで流してるんですか？そうです。市の YouTube からですね、はい、流してます。結構直近のも私も見せていただいて、はい。はい、かなり突っ込んだ報告、押されてるので。事実だけですけどね。そうですね。はい。まあ今日は後半ではそれも聞きたいんですけど、まあいかんせんですね。これ政党のチャンネルなんで。はい。はい。されるんですよ、それでも。いやもう、ねえ。はい。市でもされましたからね。ね。市議会。市議会の議論がされましたからね。質疑が。はい。ねえ。ということでですね、はい、言える範囲で今、泉大津どんな感じで取り組まれてるのか。はい。まあ、今子供のね、もまあ我々反対してるんですけど、始まってるんですが、はい、そういったことについてもどういった取り組みされてるか。そうですね。5歳11歳、はい、まず案内はがき方式で、うん、希望者の方は申請やっていただいて、っていう方式になってですね、はい、あれから次ま4ヶ月から、5歳未満の子供、はい、これが今、まあ、うち、また同じ方式で、うん、申請方式なんですけども、はい、このやり方はかなり今回、全国の自治体で増えたんじゃないかなと思います、ね。100近い自治体がそれをね、やってますよね。もう、だからかなりやっぱり慎重にやるべきじゃないかって、うん、思ってるところが、はい、そういう行動をとってるのかなと思いますね。うん、大阪は全体的に子供の低いんでしたよね。低いです。5歳、11歳で言いますと、全国よりも低いですね。ね、低いですよね。はい、中でも泉大津はやっぱり低い。低いですね、うん。はい。で、今回大阪府の中で、この4歳から5歳未満の子供に対して、この案内はがきっていう方式をやったのが、片野市ですね、うん、続いたのが、うん。なるほど。はい。うん、結局、まあ、なぜ今そういうふうにですね、県の配布なんかも慎重にやってるかっていうと、もうどんどんと事実が積み上がってきてるからですよね。はい、そうです。はい、その辺で特に特徴的なところいくつか教えてください。取り組みの特徴的なところ。あ、じゃなくて、うん、取り組み分かってきてる事実。そう、分かってる事実で。そうですね。はい、これも開始された当初から、うん、言いますとね、はい、今でいう2023年の5月までですか。はい。まあいわゆるまだ知見が残ってるということなんで、その時にならないと新たなちゃんとしたことがわからないっていうのがあったんで、はい、うん、あくまでも治験中ですよと。で、やっぱり日を追うごとにですね、この重篤副とか、死亡事例の報告っていうのが、どん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 増えていって、うん、やっぱりちょっとこれ異常じゃないかなっていうような副の症例なんかを見てたらあった、はい。で、海外見ててもやっぱり同じことがあった。で、若者についても、うん、特にやっぱり若者になると、なかなかかかっても、はい、重症化しにくい、なることは本当に稀であるにもかかわらず、はい、後のこの、うん、そういった、事例が出てきたときに、うん、やっぱりこれおかしいよね、っていうことがあったんで、はい、うちは、若い人に対しては極めて慎重判断やってほしいっていうことで、その時々で分かってる事実も出しました。はい、で、どうでしょう、もう上げてたらキリがないんですけども、うん、2回やったら終わるって言ってたのが、はい、これはもう最初から分かってるんですが、繰り返しますんで、はい、いたちごっこになりますよねって話。うん、で、短期的には効果は確かにあるのかなっていうような数字になっても、逆には時間が経ってしまうと、うん、この、いわゆる最近、効果が悪になるっていうようなこともあって、ね、はい、むしろこれ、かかってなってんじゃないかっていうような思われる数字、はい、状況も出てきてたり、うん、あとはあれですね、心筋炎、心膜炎、うん、これは、よりも、かかった時の方が多いって言ったのは、これ実はだったと。はい。いうことで、データの、がね、会場、まあ、うん、言ってましたね。あれは、
ですね。はい。ちゃんと国は説明やるべきだと思いますし、はい、実際の、僕の親戚も、議会選挙だったその日に、痙攣を起こして泡を吹いて、はい、だけだと、心筋炎だったんですね。はい、今は、日常生活できてますけども、ちょっとやっぱり体調おかしいですね、聞いてたら。そういった人が実は多いんじゃないかっていうのがあります。はい、で、繰り返しやると、この調整期間、やっぱり繰りされるってこととか、最近、とか、いろいろ出てますよね。だけじゃなくて、疲労、いろいろありますね。はい、で、自身が作る、はい、最近多分突然もう周りでやっぱり増えてるなっていう実感をやってる人は多いと思いますし、はい、今回のやっぱり情報入れるじゃないですか、はい、情報入れると、が細胞の中からする、するとその細胞は異物を見なされて自己適応すると、はい、実はこれってむちゃくちゃないんじゃないかなっていうのもあってですね、なので短期的なメリットだけじゃなくてそういったデメリットもある、中長期になるとメリットデメリットは逆しかねないっていうことを聞いたんで、はい、そういった極めて慎重にやっぱり判断をやってほしいっていうアナウンスをずっとずっとやり続けてる、それを分かってきたことはさらに事実を強化して伝えるってことをやってますよ、ね、だから超過死数もね、でから増えてると、政府関係が見えないと言ってるけどですかと、そうですね、いうこともありますし、あとこの間あったのは海外でね、職員が議会に呼ばれて、はい、ね、効果あるんですかと、そんな実験してませんと、はい、はい、EU ですね、はい、でありましたし、はい、あとはこれはまだちょっとしっかりと調べないといけないです。アルゼンチンですかね、南米の方の国でね、とかなり不利な、はいはい、密約ですね、を結ばれそうになって、はい、結局そこは署名しなかったというようなニュースになってるのも出回ってましたしね、日本もそうでしょうね、はい、で日本はだから言わないんですよね、どういう契約かっていうのをね、一つ分かってるのはもし何か健康被害とか症状でも、一切は損害を負わない契約になってますよね。そうですね、それは間違いない。もう時間とともにこの重症化率も下がってきた、はい、で、このことも大体分かってきたにもかかわらず、同じような契約が、この後もね、繰り返されるっていうのは、これ、現代版の不平等条約じゃないですかね。完全そうですね。それどころか、今日は11月11日なんですけど、今日参議院のね、本会議で、加藤厚労大臣から提案があったって、法案が出てるんですけど、それはとにかく、ですね、どんどん進めるというために、環境整備をしなきゃいけないと。いうことで、まず、保健所だけじゃもうダメなので、民間病院にどんどんとそういった業務を委託していく。で、委託を受けてくれるところには、平時から、予算をつけて、はい、そういう患者とそうでない人の別の動線を作るとか、そういったのも全部出すと。それは100歩ずっといいとして、一番僕が多いと思ったのはですね、歯科医師さんとか、あと、救急救命士とかですね。あと、いろんな医療関係の技師の方ですね。もう、6週ぐらいかな。に、を、認めると。普通、今、医師じゃないダメなわけじゃない。医師と看護師じゃないと。それ以外の人たちにも、ができるようにするというふうに法改正をすると。で、また、同規模のことが起きるっていう前提なんですよ。はい。はい。今回ね、そして足りなかったからということだったんだけど、いやそんなに、必要あったんですかということじゃないですか、僕らからすると。まず、やってもらうのは困りますね。はい。海外はなんでやめてるんでしょうか。うん、で、上げれば、する。それをさらに繰り返すと、山がどんどんなる、はい。だから多分海外は気づいて、にもかかわらず、日本はそのことをせずに、また進めようとする。はい、実際、山形、秋田行きますと、将棋のこれ、たら、ナンバーワン、ツーですよね。はい。そこが、言ったら、一時のこの、時期区切ったら、起こしたんですよね。はい、そういった結果は見て取れるのに、そういったことを結果せずにね、はい、こういうことやる。しかも、出てるわけですよ。そうですね。我々のところにも、この健康被害で相談が来る。医療機関でもたらい回し、見てくれない。実態はひどいんですよ。現場で起こってんのは。それが、ごく一定であれね、はい、少ないって言われようが、どんどんでもそれ積み上がってるわけですよね。はい、だからそういうことをせずに、どん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 先に進めるっていうのは、これ一体誰のため何のための政治なのか、はい、そこに本当に的なものとか、的なものがあるのかどうかっていう、ちゃんと
ちょっと説明っていうところが、やっぱり我々は本当求めたいところですね。はい。まあだから、それこそ今回のね、法案で、そのもっと打てるようにしなきゃとか、もっと、救急体制作らなきゃとかって言うんですけど、いや、そもそも、その、二類にして、ね、特別扱いしたから、なんでしょと。はい、要は民間病院普通の待ち医者で初期診療できるような状態にしておいて、ね、症状が重い方は、特例のところ、はい、特殊なところにという形で2段階出ればいいのに、はい、いきなり最初の間口を絞っちゃったから、ね、医療崩壊だって言われたんであって、はい、その対策が×たのに関わらず、×た対策を強固するために法律変えるんですって、はい。ちょっと待ってって話です、皆さん。ま、方策×てるんだから、これを改めればいいのに、方策をまた次回同じことが起きると想定して、それをまたやれるようにする対策を取るための法案改正なんですよ。馬鹿じゃないですかね。ねえ。だから、しか選択肢がないっていうことはまず前提にあるのと。そうです。そうじゃないよねって、うん、ステージによって、対策っていうのは、いろいろ重層的に組み合わすことができるよねってことを、ステージによって変えていけば、一個一個は100点じゃなくても、はい、うん、もっと対策できるわけですよね。そうですね。だからそこを選択肢がないっていうのは、はっきりと政治が無能と言ってることだと思います。まさにね。うん。あとはもうお金としか思えないですね。もう利権構造ですね。だってね、それこそもう記事にもなってましたけど、ネット記事にも紙媒体もなってましたけど、打てばボーナスもらえると。うん。だからもう濡れてに泡ですわ、みたいなのを匿名で書いてる。そうですね。人もね、証言してる医師もいるというふうなのも記事になってましたからね。うん、実際、これ、アルバイト代が非常に高いということもね、ネットに出たりとかやってますけど、うん、こういったものを国民の皆さんが知ったらどう思うでしょうね。そうですね。うん、で、対策予算何十兆もつけてるわけですよ。何十兆ですよ、皆さん。いろんな込み込みで。で、そんだけね、普段つけられないじゃないですか、予算。だから、っていう、まあ、いわばそういう、ね、っていうものに過去つけて、バッと予算がつけれて、それでいろんなところで、しかも消化しきれてないんですよ。はい。はい、ね、もうとにかく大盤振る舞いでつけてるから、予算消化できてないんですよ。うん、こんだけね、お金がないって言って国民から税金取っといて、また消費税も上げるとかいう議論を税調でしといてですね。それでこの大盤振る舞いって何なんですかと。だから予算が消化しきれてないだけじゃなくて、はい、もうすでに8億回超えるものをやってますよね。はい、国民何回ですかってこと前提で。で、さらに追加購入の予算出してきてるんですよ。うん、ね。なので、まあ、国会議員さん、だからこれ、不平等条約どうなってるのかっていうことを、これ明らかにすべきやと思うし、うん、はい、国にとって国民にとって不利益なものだったら、もう毅然とした態度でやっぱり、断るところは断るっていうことも大事ですよね。はい、当たり前ですよね。で、これほっといたら、税金絶対上がりますよ。うん、上がるやろって。はい、うん。だからそこちゃんと皆さん、分かっといた方がいいですよね。誰が結局そのケツ吹くんですかってなった時に、これ政治家吹いてくれないですよね。うん、いや本当に、ね、よく言うんですよ。そのエボラ熱みたいにね、本当に怖い、強い毒を持ったやつだったら、もう本当にかかってですね、目の前で人がバタバタしていくというようなことだったら、まさにもう緊急事態だと思うんですけど、今回、例えば最初どういうものかわからないと。最初1ヶ月、2ヶ月は、それでまあ仮に緊急事態だとしたとしましょうか。それ100分ずってまあいいですよ。わかんないんだったら。けど、ある程度数ヶ月だったらもう状態は来るわけじゃないですか。はい、で、病気って強毒化することってあんまり基本的に、そうじゃないですか。弱毒化して、なぜなら、強毒のままだったら、ね、人間、宿り主である人間がって、もう強制できないから、はい、だからどん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 と弱毒化するんですよ。そういうもんなんですよ。うん、だから後からね、して強くなるってことなので、うん、それはもしなったとしたら、それは誰かが人為的に作ったっていうことですよね。うん。まあ、そのですね。うん。なので、ちゃんと状況を見極めて、判断をしないと、まあ、全くこれ、対策やってますね。ね。いや、でも、まあ、国会に来て、分かったのは、国会議員の先生も、まあ、それはそうですよ。忙しいから。まあ、僕もなって分かりました。忙しい。勉強してる前もないし、まあ、テレビ、新聞見るのがせいぜいでしょう。で、そこに情報がなかったら、誰も知らない。それから、この間ね、学識者の先生方読んで、国会議員とクローズで勉強がしたんですよ。そしたら何人かですね、支援の議員来てくださって、やっぱりちゃんと情報を渡せば、議員さんもですね、はい、これやっぱおかしいよと、言ってくれた増えたので、はい、まあそういうことをですね、コツ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 もやっていくしかないですよね。ですね。僕の周りも問い合わせ多いですよ。うん、国会議員さんだけじゃなくて、はい、地方議員で、まあ地元の、まあ、市議会議員だけじゃなくて、府議会議員さんとか。うん、で、だいたい30分あったら最低限の説明できるんで、はい、やったら、皆さん、あれってなるんですよね。うん、ちょっとこれは勉強しないといけない。はい、だからその輪をどう広げるかでしょうね。そうですね。
まあね、2年前から言い続けてマイノリティでしたけども、少しずつ、まあその分野に関しては市民権はできたかなと思うんですけど、間に合わないんですよ、今スピードじゃね。だから、まあ幸いにもね、まだ、この子供たちね、にの、そんなにパーセンテージも進んでないので、まあ、これがまあ日本人の、まあ最後の良識かなというふうに思ってるんですけど、はい、まあでも、それに対して政治がですね、ゴンゴンとその後押しっていうか、追い詰めてくるんで、それをまあどうするかと。で、これから新しい法案の下ではですね、マイナンバーでね、デジタル化されて、はい、それによってまあ誰が打った打ってないかっていうのをもうマイナンバーに紐付けてというふうなことももう議案で上がってきてるんで、はい、こういったこともですね、皆さんにちょっと伝えていかないといけないんですけど、まあ悔しいかな、我々も713分の1しか議席がないので。まあ、いくら声を上げて、反対討論すらできませんからね。委員会に入れないんで。はい。あれ、厚生労働委員会に行かないとできないわけじゃないですか。うん、もしくは予算委員会か。はい。で僕、どっちも行けないんで。はい。はい。だからもうせいぜい僕、財務大臣に、財政金融委員会ってことなんで、財政のことなら言えるんですけど、まあ、そこでね、ちょっと機会があればまた、突っ込もうとは思ってるんですけど。はい。まあ、引き続き、まあ、現場持ってるのはね、自治体の長なので、はい。はい、教えていただいて、はい、まあ、そういったところを、国に持ってきて、まあ僕は本当に一人ではどうでもカバーしきれないので、まあそういう国会議員の先生方にですね、情報を伝えて、はい、まあロビーイングしていこうというふうに思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。